らしくなかったね。そう見えたか？うん。あなたって決して迷ったりしない人だと思ってたから。そうありたいとは思ってるけどね。実のところずっと悩んでいる。光のドライバーになってからずっと。全然そんな風に見えなかったけど。強い力を持つには資格がいる。ましてや天の聖杯となればなおさらだ。最初に会った時、君たちを焼き払ってしまうところだった。幸い神のおかげでそれは免れたが。もしかして抵抗軍から離れたのって。光の力を十分に扱いきれていないままでは多くの兵を死なせてしまうかもしれない。それが怖かったんだ。今滅が起こしている悲劇は、もしかしたらマルベーニ女裁が彼を扱いきれなかったからかもしれない。だとすればこの僕もいずれ。あの子は分かってると思う。ただ表現するのが下手なだけ。君の見立てかい？これでもイーラの秘宝と呼ばれたシンと17年も連れ添っているのよ。ブレイドの動きを見ればどの程度力を出しているのかくらいわかる。彼女はあなたが、ううん、自分自身がそうならないように抑えている。優しいのよ。そうか。だとすればやっぱり僕は半人前か。落ち込まない。少しずつ慣れていけばいい。
私もそうだった。時が待ってくれるといいのだけどね。そうね。お楽しみの時間だ。良い散歩になりました。さて、これで一安心だね。集中してやるぞ。散歩になりました。さて、次はどこを目指しましょう。
任せてくれ。ありがたくもらっていこうか。お肉って幸せの味がするよね。お野菜を食べると体にいいんですよ。子供の頃に戻ったみたいだ。アデル様？アデル様が戻ってこられた！お帰りなさい、アデル様！アデル、抵抗軍の人たちから好かれてるんだね。もともと彼の人望があってこそ決起したようなものでしたから。そういえば、この土地に集まるよう指示したのはアデルよね。ここって何かあるの？ここはアデルの領地なんですよ。ほら、あれが彼の屋敷です。へえ、さすがはイーラの王子様。あんまり大きくないのね。ここだって偏僻な土地だし。いちいち皮肉を言わないと気が済まないの？ごめん遊ばせ、そういう性格なものだから。ええ、確かに王都からは遠い辺境です。あの方は人望がありすぎたのです。王位継承権4位でありながら、民にも兵にも好かれ、王帝ゼッタ殿下からはかなり疎んじられていると聞きます。そっか、王子様もいろいろ大変なんだね。
困ってる人は助けないとね。ありがたくもらっていこうか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 。さて、お楽しみの時間だ。よっと、タタ。子供の頃に戻ったみたいだ。任せてもらおうか。ありがたくもらっていこうか。ありがたくもらっていこうか。よっと、何が出るかな。さて、お楽しみの時間だ。ありがたくもらっていこうか。ありがたくもらっていこうか。
はっはっ。何が出るかな。私詳しいんですよ。みんな、協力お願い。ありがたくもらっていこうか。よっと、はっ。子供の頃に戻ったみたいだ。ありがたくもらっていこうか。この鍵の構造は、じっくりと。また次があるよ。
精進精進。何が出るかな。私詳しいんですよ。子供の頃に戻ったみたいだ。ありがたくもらっていこうか。この鍵の構造は、じっくりと。上出来じゃない？いい味に仕上がったな。これはまあまあの出来ね。何が出るかな？私詳しいんですよ。はっ。何が出るかな？直線を見ると何が出るかな？敵のお出ました。タタ。このままだとやられるわよ。タタ、すねが甘かったかな。立ち止まっていられない。けど反省会だ。子供の頃に戻
ったみたいだ。同じ失敗は繰り返さないこと。さあやろうか。アデル様、やりましょう。いつでもいける。大きな剣を考えなしに振り回して、まるでゴゴールみたいね、光。そういうあんたのその伸びる剣は、スペルビアのワンちゃんの処理みたい。リンカ、ファン！あんたに無視連れてるとか想像したら、いい感じ。サンレンカ！オーガ！スラッシュ！オークだ！オードフリック！ハクセル！やってきた！まだまだこれからゴールなの！クライ！了解だ！頑張って超人上げろ。ああ、これはどう？リッカリッカ、させない。ありがとう。指示を取る。スラッシュ見せてやる。全力で応えるよ。受けてみろ。了解だ。行くぞ。オードフリック。ここは私が。これはどうだ。受けてみろ。見払う。三連鎖を上げる。そうはいかないよ。大丈夫。オードバスター。了解。状態はパニッシュメントエンゲージの準備ができています。フレッシュエンド。余裕の勝利。戦いだから仕方ないよね。何が出るかな。曲線を見ると。さあやろうか。ケチラス。リンカ。甘いわ。助かった。オーガスラッシュ。あげるよ。了解だ。王政の攻撃。これはどうだ。どこまでも行ける。ここまで戦えるだが、さすがね。指示を頼む。これならどう。くらえ。知らせない。探しよう。オーガスラッシュ。引かないか。死ねる。最高潮。全力で応えるよ。強化してあげる。オーニー、これはどう。足に参る。オーガスラッシュ。早く稼よう。飛べ。そこエンドする。リンカ。オーガスラッシュ。攻撃のパークと見ます。了解だ。頑張って。それ早く風よ。私の番。戦いだから仕方ないよね。私たちならやれるよね。いつも通りやるだけさ。リンカ、みんなすごいよ。連携にはまだ時間がかかりそうですね。みんなの思いが力をくれる。高まってきた。私も同じ気持ち。下がってよ。これはどうだ。そうだな。俺の出番。ダメ。攻撃の準備ができてた。いい感じだね。奇跡払う。もうダメないよ。ライトニングマスター。ハゲロたち最高の攻撃だね。リッカ、もう出した。リッカ、行け。僕に任せて。強化してあげる。一目。カリュ。オーガスラッシュ。下がってよ。どのような敵も攻めてこようと、ユーゴ様、私がお守りします。なんか楽しくなってきた。直線を見ると。みんな私に続いて。周囲の警戒も忘れず。やっ。無駄ね。ほっ。下がって。オーガスラッシュ。みんなすごいよ。上げろ。ここまでの最後はさすがね。受けて。オッケー。見てみろ。端から見払う。ライトニングマスター。いい感じだね。女性攻撃の準備ができている。もう調子でいくぞ。これならどう。カリュウだよね。施設カリュウの手の攻撃を受け止めた。超人見払う。最高のコンビだね。ついてこれるか。くらえ。
俺たちを見ててね。シッハッ、ライトニングバスター、かける、受けてみよう。これはどうだ。おい、食べるな。いかないよ。まだまだ学ぶべきこと。オッケー、なんか楽しくなってきた。私たちならやれるよね。私リンカ、お肉が食べたい。こういうのワクワクするよね。こういうのワクワクするよね。食性を見ると、何が入ってるのかな。今のままじゃダメ。援護
分を思い出せ。戦闘続行。ヒッ、これはどうだ。アメント、うん、いけるよね。こんなところで負けられない。みんなとならやれるさ。無理はするだろう。リンクか。まだ大丈夫。いるぞ。はぁ、そこ撃てよ。属性攻撃の覆いかぶし。下がって。終わりなの。アデルは支援に回って。いかない。受けてみろ。そうはいかないよ。ラウラ、目を覚ました。バカアデル、これはどうだ。しっかりしてるわよ。こんなの。3連火高まってきた。終わりなの。守れなかった。立ちなさい、ラウラ。ありがとう、ルビー。カブスチ、それはない。これで終わりなの。強くなって再挑戦だね。次こそは勝つ。これで一安心だね。サタ、野菜切れる？うん。へえ、器用だな、サタって。別に、このくらい普通でしょ。そりゃ心配なさそうだな。じゃ、俺は肉の方を。待て、光！ん？何やってんだよ！何って、見ればわかるでしょ？お肉の下ごしらえよ。よせ、やめろ。頼むから何にも触るな。は？なんで？いいじゃない。私も手伝おうか？余計なこと言うな。お前は光の料理の破壊力をまるで分かってない。破壊力？
夢じゃないんだ。光の料理は。ちょっと、人聞きの悪いこと言わないでくれる？なあ、光？ちょっと、こっちへ。なに？私は今から夕食を。ラウラも訓練付き合ってくれないかな。別にいいけど。夕食の支度は俺が手伝うよ。そう？じゃあお願いね。そんなにすごいのか。今度食べてみる。いや、遠慮してる。まったく、お人。さて、どう作ろうかな。できたぞ。見た目は悪いけど味はいいはず。まあまあの出来ね。集中しすぎて炭になるところでした。この力はみんなのために。どのような敵が攻めてこようと、ユーゴ様は私がお守りします。力が湧いてくるよ。ワクワクするよね。耐え忍ぶ力も大切だ。Thank you.
よし、僕に任せてくれ。油断は禁物だ。てよっ！はっ！リンカ！てよっ！はっ！はっ！てよっ！隠れろ！下がって！私も同じ気持ち！特性攻撃の準備ができていかないの！はっ！はっ！やらせない！死ぬぞ！死ぬぞ！リンカ！下がって！特性攻撃の攻撃の効果よね！強化してあげる！そうね。でも私はどっちかっていうと心に残しておきたいって思うんだ。これがあると落ち着くな。なんか楽しくなってきた。さあやろうか。油断は禁物。俺の出番、いつでも行け。了解だ。今の僕たちなら何でもできる。ライトニングバスター。リッコ。フィニッシュメントレイン。フラッシュエンド。後ろで見ててね。これはどうだ。大きな剣を考えなしに振り回して、まるでゴゴールみたいね、二人。そういうあんたのその伸びる剣は、ベルビアのワンちゃんの鎖みたい。あんたがワンちゃん2匹連れてるとこ想像したら何が出るかな。笑えるほどお似合いね。指示を頼む。今の僕たちなら何でもできる。
怖いものだ。ありがたくもらっていこうか。その鍵の構造はじっくりと。何が出るかな。少し目立ちすぎたスラッシュ。これはどうだ。スタートソードフリック。俺の出番。いつでも行ける。一緒にやろう。リッカインシュメントレイコ。やってみせる。もうハリー何払う。カシー入げろ。スラッシュエンド離れて。無駄だ。リッカ
また何かあったら呼んでくれ。技のキレが増してきたよ。子供の頃に戻ったみたいだ。お役に立ててみせます。みんな準備はいいかい？よし、やるぞ、リンコ！よっ、よっ、やらせない！ほっ、助かった。そこはレンコ！ほっ、さあ、リンコ！オーガン！スラッシュ！私ならジャグル！ストレギオン！ハドフィック！ここまで落ちたら罠だ。無駄ね。任せ、まだまだ行くわよ。そうはいかないよ。何これだぞ、オーガン！セッツ！パニッシュメントレイン！今なら大ダメージを与えられます。はい、見払う！おまか！超人！はっ！戦闘続行！これはどうだ？無駄ね！そうはいかないよ！手加減は無駄ね！クラッシュエンド！受けてみよう！オーガン！ダイソニングバイト！うまくぞ！当たってる証拠ね！オーガン！ゲット！僕に任せて。下がって。これはどうだ。飛べ。してあげる。ソードフリック。頑張って。リッカオールバースト。あげろ。クラウド。セット。すぐに助けないと。ダメがない。子供の頃に戻ったみたいだ。いい何が出るかな。子供の頃に戻ったみたいだ。さあやろうか。ケチラス。よっ。オーガスラッシュ。ソードフリック。これはどうだ。アデルは支援に回って。はい、これは出番。マクロフォードしてる。オーガホワイトニングバスター。行ってくれ。ありがたくもらっていこうか。地元の皆さんの登場だ。ほっ。リンコ出せない。はっ。3連勝。はっ。そこ。これはどうだ。はっ。向かうところ敵なしだ。あげる。なんだ。ここまで今でも行けるぞ。行くぞ。うまい立ち回りよ。や
されねえ。頑張って。しっかりお待ちしてます。スラッシュゾードフリック、あげろ。強化してあげる。カスミ、お疲れ様。集中しなくて。よっ、もう一度やってみよう。舞い上がる。エンボス、崩れろ。よっ、オーガスラッシュジャストレギオン。はっ、覆いかぶれば。ソードフリック、見てろ。待って、ラゴケルシアリコン。ラッシュエンド。これハイトニングマスター。あくびが出ちゃいそうな戦いだった。楽しい会話。地元の皆さんの登場だ。気を緩めないでください。シャネット使うところ敵なしだ。行けるよ。ここまで戦えるよ。あげる。オーガンスラッシュソードフリック。これはどうしよう。回って今入ったら手が付く。よし、いい感じだ。これがあると落ち着くな。努力、エーテルを操るのは得意なんですよ。俺の刀で。よっと。少し目立ちすぎたかな。ほっ、リンカ。よっ、ハン三連鎖。よっ、ソードフリック。属性攻撃の準備ができた。スラッシュ王政の基本だが、下がって任せろ。くらい。ほっ、これなら頑張って。まだまだ行くわよ。ほっ、続けてみろ。シュメントレイ。今の僕たちなら何でもできるな。天の聖杯の力、ハゲろ。後ろで見ててね。これはどうだ。見張ろう。誘引キャテンの思いが力をくれる。受けてみろ。追いかぶるな。キッ、そうはいかないよ。ハゲろ。カニッシュメントレイ。受けてみろ。だが見張らんともいく。頑張って。僕の相性が強化してあげる。リンカ、エアプンスケ、飛べ。ありがたくもらっていこうか。大丈夫、失敗は成功のもとなんだ。いい気分転換になった。さて、何しに来たんだ。助けになったのなら何よりだ。
動きだ、ラウラ。先を読んでも瞬時に返されてしまうな。霞の力があってこそよ。あなただって光の奥の手使ってないじゃない。使ったとしたら、その時はこちらも一の太刀を出させてもらう。アデル様、食事の支度が整いました。もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。あら、訓練はもうおしまい？残念、参加したかったわ。遅かったわね。一人？皇帝陛下は何かと多忙なの。もともと私一人で行動することも多いし。ドライバーとブレイドは一心同体、それが本来の姿よ。出ないと力は出せないわ。言葉で言うほど簡単ではないさ。僕もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。それにしてもブレイドの行動を抑制する霞の力、修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんな、アデル様と光様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろう？そういう話はたまに聞くけど、そうなの？そう。でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。え？ところで、次はシンと手合わせ願いたいのだが。ですって。どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メツの狙いが分かりました。オートです。本当か？はい、間違いありません。私とは別れたのではなかったのか？別に根性の別れって意味で言ったわけじゃねえじゃん。イーラのアルスを見てきた。面白いだろうな、あれが本当の姿になった。どこで知った？別に俺のコアの中には全てのブレイドとアルスの情報が詰まった。全ての情報だと？己はマスターブレイドとでも言うつもりか？いいね、それ。いただいとくぞ。どうだ、ワクワクするだろう。俺の相棒、イーラの王子に託したぞ。だとしたら消し去るか、この私。まさか面白い余興を思いついたんだな。次のターゲットはイーラに決めた。私にそれを話すか？お前さんはここから高みの見物をしてるという。
そうか、女祭からの情報だったか。奴がイーラで何を企んでいるのかわからんが、急いだ方が良さそうね。明日ユーゴが戻ったら立とう。